緊張してしまったという動画は事故とは全く違う内容のもの実は彼女なのさんが診療内科の受診をする後院長にひどい扱いを受けすごく辛い思いをしたため直接彼氏のカレブさんが院長に話を聞きに行った様子を撮影した動画です動画内ではカレブさんが院長にやっとの思いで診療内科に来た その思いを踏みにじったのか、と問いただす様子も撮影されていたようです。さらには、これで彼女が死んだりしたら責任を取れるのか、それで心療内科は務まらない。お前は、と声を荒げたカレブさんの姿も。確かに、大事な彼女がやっとの思いで心療内科に来たのに、納得できない処置をされたとしたら怒りがこみ上げてくる気持ちも納得できます。しかしながら、 カレブさんが訪れたのは診察時間外全世界に発信できる YouTube というプラットフォームを使用姿勢を荒げクリニックを批判、お前、などと暴言を吐くという行為は決して尊敬できるような行動とは言えません。このような事情から動画公開後コメントには、深い、だとして批判の声が続出してしまい、炎上するという事態になってしまったようです。 今後はどのような時でも自分を抑制できるように今しめます。28日に公開された動画、自己と精神科の動画について、では、ナノさんが騒動について、かなり傷ついて帰ってきたのは事実だから、彼氏は動画を出してしまったのかなと思うんですが、今後二人で話し合って、このようなことがないように行動を改めて生きていきたいと思います、と語っていた。 カレブさんは31日、動画を非公開とした理由について説明した。数々のコメントやご指摘ご意見をいただき、あの動画を削除した方が良いという結論に至りました、とし、あの動画を見て不快に感じた皆様、申し訳ございませんでした、と頭を下げた。病院を特定して口コミを荒らすなどした視聴者がいたことについても、すべて動画を投稿した僕の責任です、として謝罪している。 自分の身勝手な行動により、全く関係のないたくさんの方々に迷惑をかける結果となってしまいました。そして結果的に彼女もさらに傷つけることとなってしまいました。とし、今後はどのような時でも自分を抑制できるように戒めます。突然病院に出向きカメラを回したこと、そしてそれを YouTube に公開したこと、すべて僕が間違っていました。とした。